大高醤油チャンネル始まりました。ゆりなです。鈴キックです。今日はですね、6月といえば何のお花ですか？アジサイ。はい、ということで今日は服部農園アジサイ屋敷に来ました。ちょっと後ろ映っちゃってるんですけれども、アジサイがバーって。でこちらは千葉県茂原市にあります。でこの前なんかテレビで取り上げられたらしくて、すごい混んでるんですよ。すごい混んでますよね。めっちゃ混んでる。駐車場とか私たち第2第3みたいな、めっちゃ歩きましたよね、ここまで来るのに。いい運動になったね。いい運動になりました。そうそう。でね、すごい人気だし、6月といえばアジサイなので、早速アジサイ屋敷に行きたいと思います。それでは、レッツゴー。すごいね。すごくないですか。すごい、なんか初めて見たんだけど、こんなのね。私もお花畑来たことないね。うん、でしかも結構坂急ね。多分どんどん登っていくんだと思います。すごい。いや、じゃあ上まで行くの、これ。行きますよ。上まで行くんだ。もちろん。何のために来た。え、上からの景色もやばい。うわ。天気も上がってる。写真撮りましょう。写真。うん、まだ青くなる、青くなる前の。あるこうありがとう。私は元気、歩くの大好き、だんだん行こう。下からアジサイを見るのも綺麗だけど、上からアジサイ見るのも超綺麗じゃないですか。あ、綺麗、初めてかもしれない、ね、超綺麗。見下ろすことないから、ね、アジサイを。すごい。でもここからあっちの山を見てもまた、いやー、やばいな。アジサイって濃いピンク、白、紫、濃い紫、水色、うん、かな。大体そんな感じだね。綺麗、いろんな色ある。ちなみに色的には何色がお好きなの？え、白。白いアジサイ。意外と可愛い白。どうですか？あ、いいかも。さあ、問題です。ゆりなちゃんはどこにいるでしょうか？わかりますでしょうか？いました。いましたね。ここです。りなちゃん、ここで一つ、はい、アジサイクイズ。アジサイクイズ、うん、もうこれはもう簡単すぎます。アジサイの原産国、うん、アジサイはどこ生まれのお花なんでしょうか？日本。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。簡単すぎましたね。そうなんだ。あ、勘ですよ。勘ですよ。え、四つ葉のクローバー？あ、出た。四つ葉のアジサイ？
でもアジサイ好きな人、うん、なんかめっちゃ喜びますよね絶対。いやこれはすごいでしょ。アジサイ見てちょっと癒されますもん。本当ちょっと意外だったけどね。パワースポット的なね。うんうんうん、あるあるある。ね、あるよね。すごい素敵。で僕的にはもうちょっとこれで涼しかったら最高。汗だくですもん。じゃあこれからちょっとね、いろいろなんか店、はい、お土産屋さん、あったね。うん、みたいなところあったので行ってみようかと思います。カットスイカ買ってきました。うまっす。暑いから、いただきます。いただきます。うわー、おいしい。甘い。超暑いじゃないですか今日。干してるスイカを、いやちょっと待って、ちょっと待って、みんなからは伝わらないんだけどさ、汗やばちょっと、なんか久々こんなに汗かいた。いただきます。どう？うん、まっ。やばい、本当にマジ生き返った。はい、ということで行ってきました。めっちゃ綺麗でしたよね。めっちゃ綺麗、マジビビった。超綺麗だった。初めて見ました。お花畑っていうのを初めて見た、この規模で。めっちゃすごかったね。人もすごかった。人もすごかった。確かに超映えてましたよね。だから黄色着てきてよかったか。いや本当になんかこういうところってやっぱ目立ちたいというか写真映えしたいじゃないですか。わかります気持ち。じゃ男性はちょっとわかんないかもしれないけど、うん、写真を必ず撮るで SNS にアップするってなると、どんな洋服着ていけばいいかちょっとわかんないんですよ。なるほど。そう、でもね、黄色はちょっと正解かもしれない。私がなぜ黄色着てきたかというと、 SNS で調べた時に黄色着てる人がいなかったんですよ。みんな白とか、まあ、逆に黒とかブルーとか涼しげなブルーとかを着てる人が多くて、黄色着てきたんですけど、おすすめです。皆さんお花畑に行くとき黄色おすすめです。これだけ人いて黄色あなただけでしたけど、ね、でしたよね。可愛いですよね。可愛い可愛い。じゃあね、ちょっとね、長くしちゃうと鈴木さんがちょっと溶けそうなのでもうエンディングになりたいと思います。すいません皆さん、ちょっといろいろ喋りたいことあって素晴らしいっていうのを伝えたいんですけど、ちょっとカメラマンが溶けそうなのでちょっと長くは喋れないので、ちょっとびしょびしょなので、本当体も本当ガチだよねこれ。ガチ、ちょっと緊急事態かもしれない。急いで飲み物を飲みたいと思いますので、それではこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Facebook、Instagram、Twitter もやってますのでフォローよろしくお願いします。それではまたね。熱中症には気をつけてください。